新日本プロレスの高橋洋です。さあ変わっちゃいましたね。なんと金丸さんが決勝が決まってしまい、上村が、まあでもなんか彼は変わりじゃないとか補欠なんかそういうのじゃないみたいな、なんか熱いこと言ってるんで、あ、俺もそう思いますよ。彼は11人目の選手だと、本来だったら入っていたかもしれない人間だと思ってるんで、別に彼が入ったことで何も不思議も何も感じないぐらいの熱い気持ちは持ってると思うんですよ。俺もヤングライオンの時にラッキー出たことありましたからね。でも俺の場合は選手が欠場が決まって、そのもうそれで開催しようとしたところを記者会見乗り込んで無理やり出場を決めた感じですよ。上村に関しては特に何もなく上村が入ったってことは、もともと新日本プロレスの中でももうスーパージュニアに出そうと思う実力があるから入れたと俺は思ってるんですよ。じゃなきゃ俺みたいにあんな無理やりやらないと多分入れないです。もう断れない状況を作るというか、だから認めてる部分はやっぱりありますし、楽しみですよね。なんかどんな熱いものを見せてくれるのか。俺がコメントに乗り込んで言ったこともありましたからね。マニア、あ、今年でしたっけ。そうです、今年です。なんかもっと前に感じますよね。いやだから俺の中でもやっぱり楽しいんですよ、うん、ジュニアで一番になりたいっていう風になんか思ってくれたらいいなと。もしかしたら彼の中でも決まってるかもしれないですけどね、ジュニアでやりたいかヘビーでやりたいか。それはもちろんやってて面白かったからです。ウルムと対戦して面白い新日本プロレスのヤングライオンっていうものを感じたからあそこまで乗り込んだわけですからね。興味なかったら言わないですよ。彼はずっとスーパージュニアに出たいって言ってましたからね。どんな風な攻めを俺にしてきてくれるのか、どんな熱い気持ちが見えるのか、なんかそういうのを楽しいんだなと。俺はあくまでもヤングライオンが相手だったらボクストンクラブにこだわりますから、耐えてみせるなと。俺に熱い気持ちにしてくれ。